続いては松尾アナウンサーです。はい、今気になる話題を私松尾がプレゼンするマツプレ、今日はこちら、美味しそうですね、スケさんうどんです。66店舗目の出店でついに九州全県を制覇、快進撃と人気の理由とは。北九州市に来ています。北九州のソウルフードといえば、そう、スケさんうどんです。どちらからですか？宮崎県から。あ、宮崎からですか。安いしですね、量も美味しいし、はい、あ、最高っすね。あ、もう近くなんで家、毎日来るんじゃないですか。絶賛の声ばかりが聞こえるスケさんうどんは、1976年に北九州市戸畑区からスタートしました。去年12月には長崎に66店舗目を出店し、九州全県制覇を達成。メニューの中でも一番人気がこちら。お待たせいたしました。ごぼう天うどんです。ありがとうございます。不動の人気ナンバーワン、肉ごぼ天うどんです。甘く炊かれた牛肉と器から飛び出すごぼう天、この組み合わせが老若男女から愛されています。まず出汁がちょっと濃いめで甘めの味付けなんですよ。麺はね、この福岡うどんのこうもちもちした柔らかさもあるんですけれども、コシもあって美味しいですね。去年10月には北九州市で行われた竜王戦七番勝負第3局で藤井聡太八冠も勝負飯に肉ごぼ天うどんを選択。改めて全国に知られることになりました。これ以外にもメニューは100種類以上、おでんから丼物まで幅広く選ぶことができます。一番のおすすめメニュー何ですか？焼きうどん。もうグラフさんで結構、まあ味付けも美味しいですよね。卵もね、一緒に乗ってるあれも好きですけどね。今日召し上がってるものはカツ丼とミニうどんです。醤油が濃いんで結構味が濃くて美味しいですね。若い人向けの味付けかなと。今日召し上がってるのは何ですか？豚汁うどんです。こちらの女性が食べていたのは期間限定の豚汁うどん、今月末までの限定メニューです。2回目ですね。あ、そうなんですか。なんかいっぱい具材があってそれが汁に染み込んでて美味しいです。ずっとあっていいと思います。メニューが豊富でそれぞれがお気に入りを楽しめるのも魅力の一つ。これほどまでに愛される秘密を探るべく直撃したのは、株式会社スケさんの代表の佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。スケさんうどんの佐藤社長です。客を魅了する味へのこだわりとは。私たちは北九州という土地柄もあってですね、昔から肉体労働の方も多かったりとかですね、工業の街ですからもう少ししっかりしたものを食べたいよというお話の中でですね、外は柔らかく中はもちもちの麺。スケさんうどんの麺は厳選した素材のみを使い、製法から茹で方までこだわり抜いたうどん麺、唯一無二の食感を生み出しているんです。それだけでなく出汁にもこだわりが。サバですとか昆布ですとか椎茸ですとか、本当にこういくつもの旨味の成分、これを見事にまあこう一つに調和させた、本当にパンチがあって癖になる味。この味も北九州の人たちの声から試行錯誤して生まれ、納得してもらった味。愛され続ける理由は味だけではなく店作りにも。やはりお客様が利用しやすいお店をどう作るのかということを日々ずっと研究していく中でですね、で、まあ、最近で言うとね、こうお座敷から、ボックスシートという形に。店内を見てみると数年前まであった座敷席がなくなっています。高齢のお客さんが足腰に負担をかけずに座れるよう
ボックス席に変更したといいます。さらに一人で来たお客さんをすぐに案内できるようにするためカウンター席も増やしました。いろんな座席に関してもですね、お客様の人数に合わせて日々進化させていく。充実したメニューに加え、現状に満足せず気配りを重ねた店作りがファンを広げている大きな要因だったんです。創業から48年、福岡を代表するうどんチェーンに成長した助さんうどんですが、創業時から変わらずに大事にしていることがあります。はい、松尾さん、最後に、はい、助さんの名物を食べていただきたいと思ってボタン持ちをお持ちしました。ありがとうございます。ボタン持ち、これが助さんとどのような関係が。もともと北九州で屋台でボタン餅を出すっていう文化があったんですよね。おでんに横にボタン餅があるみたいなお店も多くあったんですよ。でそれを創業者が見て、まあ、おでんにボタン餅が合うんだったらおどんには合うやろうということでですね。へえ、はい、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあルーツをたどれば北九州の屋台文化の流れでうどんの後にボタン餅。へえ、そうですね。だしの味も麺の味もボタン餅も北九州の食文化、そういったの中でですね生まれたものですし、より多くの人に食べていただきたい、幸せの輪を広げていきたいというのが今後の展望ですね。はい、スタジオの皆さんも美味しそうにご覧いただきましたけれども、上田さんは助さんうどん召し上がりますか。私四半世紀前に小倉で勤務してましたので3年間いたんですけど、はい、職場の隣が助さんうどんだったので年間100日は食べてた。そうなんですね。本当にいいですね。本当に多くの人から愛されている助さんうどんですけれども、去年1月にはただ心ない動画が SNS で拡散されました。テーブルに置かれている天かすを共用のレンゲで直接口に頬張る様子が撮影された迷惑動画ですね。この動画が広まってから1年、佐藤社長はこのように振り返りました。心配なこともたくさんあったんですけど、本当にありがたかったのがお客様なんですよね。お店に来て私たちこんなことじゃ通わなくならないからと、応援してるから頑張ってねって、で SNS でもですね、負けるだ助さんというハッシュタグが出てですね、やっぱり僕らは助さんのファンのお客様に支えられてる、そういうお店なんだなってことを改めて感じました。上田さんはこういった一連の騒動についても改めてどう振り返られますか。こういう形でですね、お店が被害に遭うっていうことはちょっと今まで想定してないことが起きた気がしたんですけれども、しかしやっぱここでですね、やっぱりそのお店をやっぱ応援してくれる人の存在というのも逆にこう浮き彫りになるというか、いう意味ではこういろんなですね、ことが明らかになった事件だったなという気がしますね。そうですよね。佐藤社長も改めて地元の方の愛を感じるきっかけになったというふうに話していました。こういった困難も乗り越えてきた助さんは、より地域に愛されるお店を目指しまして、例えば幼稚園での食育活動、それから店舗でのお仕事体験などを実施しています。そして店舗に関して言いますと、こちら去年は岡山県、そして関西発大阪府にも出店、兵庫でも実は今月末のオープンを控えています。でさらに去年12月には長崎県に出店したことで待望の九州全7県制覇を達成しました。すごいですよね。それを記念しまして、明日から対象の店舗で総額7777万円分のクーポン大還元祭りを開催するということです。はい、